はい、こいちゃんパラダイス結果報告でございます。福岡でもね、馬券じゃない競馬新聞が買えないというね、ことがありましたが、今回2度目の、東京やったからね、ちゃんと探したらあったんでしょうけど、とりあえず一刻も早く帰りたいかったので、キオスクに行く前に新幹線の時間をね先に見て、あ、間に合う新幹線あるわと思ってね、あ、乗れたよかったと思った瞬間に、ああ競馬新聞買ってへんわって思い出して、もう時すでに遅し、あ、もう着いたら夜遅いし厳しいな、今からあげてもね、編集してあげたらえらい時間になるしというところで、とうとう諦めました。初めての諦めた結果、まあ、競馬新聞は大阪に戻ってすぐ買ったんですけど、そこからの予想をねする時間がもう朝までなく、朝予想してなんとか戦いにね、挑んだところ、やっぱ慣れないことをすると良くないなっていうぐらい、あんまり調子良くなかったですね、勝負は。まあまあ、その人気どころを言ったやつが来ただけで、ちょっと穴っぽいところを言ったつもりがどういうことなのか、穴馬がめっちゃ人気しててしかも来ないというね、 どっかの YouTuber とかサロンの人が上げてたんかもしれないですね。最近は競馬のサロンの人が上げた馬とかが異常な人気したりして、まあ、平気で来ないこともありますけど、そういう時逆にね美味しかったりするんですけど、同じ馬を多分あげていたりしてたのかなと、そして来なかったのかなって感じでございました。いやー、張り切って振りかぶってね、わざわざ今回はインスタグラムと X にあげたものの、逆にこれ迷惑かけてしまったなというね、イラン馬あげたかな、まあ、イラン馬ではなかったんですけど、今日向かなかったなっていう感じですね。あかん馬じゃないと思います。また次走楽しみな馬ばっかりではあるんですけど、良くないですね。メインもね、マイルチャンピオンシップもソウルラッシュ本命からの馬券ではあったんですけれども、やっぱり買えなかったですね。ちょっとね、エルトンバローズが大外、まあ、うちが良かった馬が大外、そして、まあ、我々金曜日予想してるんでね、馬ん中あの時点ではおそらく馬場が悪いというね予想であったので、もう大外と道悪で、道悪も嫌がってたエルトンバローズを外しましたところ、なんと雨降らずね、まあ、ソウルラッシュに関してはね、ウマンチュでもオンエアされてると思いますが、晴れでも雨でもどっちでもいい馬なので、はい、非常にこういう時に本命にしやすい本命馬でした。ただ相手が難しかったですね。強い馬がね、まあ、今回ね、だからフレディベグが一番人気になったんですけど、ルメールジョッキーのね言葉を聞くと、やっぱり内が良くなかったと、で結局外でしたね、はい、決まったのも外ばっかり、非常に難しかったですが、皆さんはどうでしたかね。今日難しかったですよね、メインもで平場もね、アホなことばっかりしてました。この間ワイドで買った馬連で取れたやつばっかりやって言って、馬連で買ったら今日ワイドやったら取れたのにばっかりでした。私は非常に良くないで、東京最終の穴馬の方をね乗せたら外して、で乗せなかった京都の最終はね取ったんですけど、それで取り戻しはしたんですけれども、乗せるやつもね二択を間違えたなって、最終って本当の最後のレースの方を乗せたらよかったなとね、ちょっと後悔しております。まあちょっとね、今日はいろいろ紙に書いて乗せるから、いろいろ書きすぎるのもあれやし、で
最初予想したのがもう本命、今日の勝負馬本命馬ばっかりやから、ちょっとせっかくやから人気どころをもう一回探し直そうと思ってね、普段しない2周目見直してちょっと変えるみたいなことをして、変えた方が全く来ずというね、あのアカン方のループに入ってしまいましたね。ウィン5も最初の1レース目はだいぶあれ至難の業ですね。1レース目をクリアした人はめちゃくちゃ簡単、2,3,4 が一番人気で、最後ソウルラッシュでしょ。いやー取りやすかったでしょうけど、ただ最初の1レース目はね、ただ3走前で東京コースでいいレースをしてるから東京校舎なんですよね。そこのヒントを一発見れたかどうかだけで、私は違う馬の方のヒントをいっぱい探してしまって、目に留まっていなかった馬が、ね、見事な競馬をしてすごい強い勝ち方を、してしまいました、ね、難しいですね。どこもバシッとした指しはなかなか決まらないですね。名ジョッキーであっても展開によっては、まあちょっとね、来週以降はどうかな、ちょっとスケジュール見ときますね。今週はもう最初からやばかったんですけど、来週は多分大丈夫ですね。あ、そしてあれですか、12月は土曜日のウィンファイブが始まるんでしたっけ。そこもね、あのスケジュールいければあげますので、ぜひ、ね、土曜競馬をする方がどれだけいるのか、まあ、日曜の半分以下やとは思いますけども、それでもね待ってくれている方がいれば、今日はでも難しかったですね。あの1レース目をアレンジできる人なかなかいないでしょうからね、まあ、結局だから2レース目以降はね、私も当たってましたけど、大概の人がね2レース目以降は当たってたと思います。ウィン4がいっぱいおったと思います。今日1個唯一外れたレースが難しすぎたと、いったところじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっとねこの数週間ね、仕事の都合で YouTube 競馬予想の方はちょっと皆さんご迷惑をねおかけしたり、非常に予想時間がない中でやってて、あんまり自信がないという時もあったりね、非常に良くないなと、まあそらそうか、本業の方が忙しいんだから仕方がないかと思いつつね、まあこちらもでも一応ね競馬ビートとウマンチやらせてもらってるから、こちらも本業に近いところではあるんですけれども、まあ私漫才師なので、はい、とりあえず競馬予想するのは金土だけで、他の平日は漫才のことを考えておりますので、またよろしくお願いします。じゃあまたね、もう懲りずに見てくださっている方がやっぱり当たってる時ってね、今の倍以上の方が見てくれてたんですけど、外れ出すと見る人減ってくるんですよね。それでもまだこれだけの方が見てくれているのは非常にありがたいので、私はこれだけの方のためにもうずっと続けていきたいなと思っております。皆さん今年なんとかプラス取れますように、あと1ヶ月ちょっと頑張りましょう。ありがとうございました。